ましたけども。おや、このミラーに映ってるけど。なんだこれ。始まりましたね。何が始まったんですか。何が始まったの。わかんないです。何月何日。始まりましたけど。始まりましたね。はい。火曜どうでしょう。僕たち映ってないんじゃないですか今。火曜どうでしょう、ね。火曜どうでしょう。完全に某番組のパクリっぽいですね。書体もそっくりで。あ。佐野さんです。音響の佐野さん。寝ちゃいます。そういうのカットしちゃいました。いつ動くことやるからね。いいこと以外、ね、でも収録だからね。もうね大丈夫ですね。カット以外全部カットで。なかなかどういたしましょう。まあ1回目だから許してやろう。そもそもいつなんだっけこれって。いや、これいつでしたっけ。これどこ行くんですか。これはいい。4月5日にあった。よう覚えてますね。覚えてるけど、あのニューボンっていうところで。ああ、ニューボンで、ね。そう。前回でも告知したでしょ。はいはい。あ、その道中だね。あ、坂井風邪ひいてるじゃないですか。これ風邪ひいてないよ、これ。あ、ひいてないです。花粉症対策。いや、まだ始まってないこれからです。まだ始まってこれからライブ、ね。あそこだよ。あ、あったな、これ。食ったし。一生食えないです。あ、ニューボンですね。出ました、ゲイリーさん。僕のギタリスト。出ましたね。ねえ、もう。かっこいいね、このユニット。もともとバンドなんだよ。どうなんですか。ブッシュミルズっていうバンドで、今はね2人編成でやってるけど、これ2人かっこいいですよね。やばくないこれ。やばい。洋楽の匂いがプンプンしますね。これ撮影僕してますね。ほんと。俺なんかモザイクかかってますけど、なんかいけないものしてるから。これ俺の車だね。なんかモザイクしてるっていう、なんか危ないもんよね。お待たせ、1時間かかったよ。すみません、交通費払います。あ、これ僕、CD 忘れたんです。これ一応30持ってきたんで。 ありがとうございます。30持ってきた。これさ、そう、1時間ぐらいかかったんです。あのね、ここで言うのもなんだけど、はい、こうライブ、自分のライブでしょ。それ CD 持ってきてない。 CD 忘れたんだね。でも、なんか出番先なのに一人で行ったんですよね。行ってください。行ってきてください。知ってないです。いや、バーン。何のとこだった。あら、早いね、転換。すごい、ね、回転率、はい。あ、これ酒井くんいないですね。いない。これね、この間やったんですよ。春活でしょ。春活ですよ、うん。春の活動なんですよ。春らしいことしましょうよっていうね、あの、とっから始まった活動みたいな。イベントなんですけど、この日僕ね料理作ってるんですよ。多分ほらでしょ。はい、今日のライブは、ね、料理を提供するあれマイクのつもりなの。おマイク。そうだよね。思います。この日めっちゃ大変でしたよ。はい、戦場でしたからね。エビマヨネーズ。厨房が厨房戦場でした。30名なんで今日はあの最初に仕込んじゃいました。バトルでした。あと会えるだけです。こんな感じです。今のエビマヨネーズ。先ほど紹介した。僕が料理作ってるとこ見たことあります。エビマヨネーズ。そう言われるとないかもしれない。貴重ですよこれ。あのさ、ちょっといい、あのね、あのね、はい、聞きたいのちょっと待って。ああ、そうそう。それから、鮭をですね。鮭とアスパラのチャーハンを作ります。アスパラのチャーハン。鮭とアスパラのチャーハンと、あとホイコーローですね。春キャベツを使ったホイコーローを作ります。春キャベツを使ったホイコーローです。それからですね、うちにもあるんですよ。中華風コーンスープ。ありました。中華風コーンスープ。スープ界の矛盾ですよ。矛盾なの？中華風なのにコーンスープって飲んだことないの。うまいっす。揚げ焼きそばです。余ったものを入れる。余ったものを入れるんですよ、最後。あの、今同じこと言ってるけど、そんなもんね。まかないみたいなもんですよ。それでは。すごいな。
あのおばちゃんが全部作ってるって、ね、違いますね。おばちゃんの皿を洗ったりしてるんですよそうなんだね。めっちゃ戦場でしたからね。あんまこう戦場っぽくない音がね、音が火とか出るじゃん戦場。すごいブーンってなってましたからね。すごい。あ、MC カンパニーさんの MC です。綺麗。また高橋直子さんがこれが金曜日の前でライブするみたいな感じになってます。高橋直子さんって言えばさ、はい、あのさ、はい、前にどっかでライブやった時に、はい、そのやっぱ司会の方がいて、はい、高橋直子先生のね、絵描きみたいなやつ、ね、ありましたね。よろしくお願いします。生まれて初めてですよ先生なんて言われて。それから先もないですね。シンガーソングライターの高橋直人先生の後にも先にもないですね初高橋直人先生って今度からそういう酒井ちゃんさ今度からそう呼んでくれない。あれ虫ですか。これ宝屋さんだよね。あれそうですね。いいとこだよね。ノート君だけ？そうですね。だけって何が？あのなんかこうイベント出演した。あ、そうですね。料理も作って音楽もするっていう。なんか出たがりみたいな。でもそれはほら出演者目線でしょ？参加する人っていうのは何かあったの？あのはいはい。なんかアルカツなんとかパーティー。あ、最後ねあのね、うん、あのみんなで交流するんです。心の交流っていう。五感で楽しむ春っていうのが、うん、あれだったんですよ。うん、おいきなりいきなりアンコールなの。そう、常にアンコールみたいな。すごい。ですね、4月の20日にですね、越前浜の、バウアウというところでですね、1時半からですね、浜巡りという浜巡りというね、イベントがありまして、みんなで浜を巡るんですね。しっかり口してますね。しっかりです。でもね、なぜこのあれでしょ、春活だよね。はい。今のところ曲が流れてないんだよね。これはですね、はい、料理がメインですから。なんか無理やりさし。ババンみたいになってますけど。へい。浜巡りイベントです。お。私たちあの2人で、お。冗談じゃないぜというインターネットテレビを始めまして。めっちゃ風邪ひいてた。毎月。第一火曜で、ね、薬もらってたもんね。そうそう。熱下がっなかったんだよね。そうそうそう。ちょっと気持ち痩せてますね。こういう感じで進んでいく番組と思われます。じゃあせっかくなんであの酒井君と僕の出会いの話でもしましょうかね。まあ、僕何年前でしょうかね。2年前にですね、僕はあのとある音楽事務所に所属していたことがありまして、その時の、僕の担当していてくれたギタリストなんですよ。で、僕だけ今その事務所を辞めまして、酒井くんだけ残ってるんですけど、そこは縁で、こうやって駆けつけてきてくれてるっていう縁でございます。まあ、直人くんの CD にデューという曲を入れるにあたって、もともとデューという曲はなかった曲で、これは直人くんの CD に入れる曲なので、一から曲を作ろうと思って、ちょっとたまたま山を見に行ったんですね。まあどこの山とは言いませんけど、山を見に行って、で、その日の夜かな、こうふっとメロディーがたまたま降ってきたというんでしょうか、浮かんできて作りかけたんですけど、そんな矢先、僕の祖母がちょっと他界してしまって、でさらにそこにこのなんかちっちゃい子のおばちゃん子だったんですよ、僕は。で、その思いがさらに詰まって、まあ、アレンジにも生かされてるんですけど、ただ僕インスト歌詞のない音楽を作るんで、解釈はお任せします。
ただ僕は今はきっと天国に行ってるであろうおばあちゃんに向けて作ったメロディーだったりします。本当に、あ、なんだこの曲、眠くなるよでもいいんです。何かこう感じてもらえたら嬉しいです。いやー、いい曲ですね。ありがとうございます。可能性を感じました可能性感じましたか。可能性しか感じてないですね。あ、そういう感じるでしたか。何かこう思い浮かべるとかではなく何かを感じてほしいって、そういうそっちの感じ、僕自身のことじゃなくて可能性を感じね、寂しい気持ちになったとかではなくて可能性でしたか。ありがとうございます、ね、夢物語ですね、うん、俺ねこの曲すごい好きなんだよね。 ありがとうございます。なんか初めて聞いたのいつでしたっけね。レコーディングあの時ってまだいろんなアレンジされる前で、はいはい、すごいこう声だけ浮き上がって聞こえる状態でしょ、はい、あれがさ、はい、もう歌詞がビーって入ってくるんだよ ね、はい、ね、あそこにいた人って 社長もいたけど、はい、なんか泣きそうになってたもんみんなで。僕もそう覚えてた。勝手で君の気持ちも今なら君の幸せを素直に喜べるのかな。幸せになれなんてさ、
ずかな時間、その全てが素晴らしかったよ。君と会えて本当によかったなんて思える日が来たんだな。最後しんみりしちゃったね。ちょっとしんみりしちゃいましたね、うん、まあ、ただ最後に思ったのは、今最後のバウバウですかの2人の衣装のこの温度差、ね、あ、今日浜だし、まあ、ちょっとあったかいしと思って結構薄着してったんだよ。なぜかあれ最後まで脱がなかったもん。そうですね、寒かったんですよ僕あの時すげえ。なんだろう ねずっと寒かったんですよ。完全風だった。完全に風、冬でしたね、うん、僕だけ。ライブの映像を見るとそんなにそんな感じしないんだけど、うん、でもね、味しなかったでしょ。何にも味しない。あの後ね、うん、あのグリーンカレー食べたんですよ。お昼ね。お昼グリーンカレー食べたんですよ、うん、みんなめっちゃ辛いって言ってたんですよ。辛かったよ。川内さんもね、うん、結構カレーだとか言ってたんですよ、うん、僕ね、もう鼻詰まりすぎて、うん、もう全く味しないから、もう一瞬で食っちゃって全然辛くないんですよ。だってさ、俺が食って辛いっつってる隣で味しない、ほんま味しない、ほんま味しないってうっせーよそれしばらく続きましたからね。あれそうだっけ。ずっと続きましたよ。あの日ってだってあの後食べに行ったでしょ。あ、オムライス。オムライス あれも味しない。クレープすら味しなかったですからね。そうなんだ。全部もね、その時の写真とかあったらね。あ、ありますよ。え、あんの？新潟でね、まあ、僕らの中でかな。ね。はいはい。聞いてる？聞いてますけど。僕らの中で、はいはい、もう ここのオムライスが今んとここう、まあ、暫定1位。じゃ今んとこ、ね、暫定1位っていう、ね、あのオムライスがあるんです。うんうんうん。お、俺ちょっと危ない写真出ないようにしていきます。これ写ってるんですか。おっす、これですね。うん、これ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 超ふわとろなんですよ。ふわとろに見えないんだけど、ね、割るとふわとろ、ね、すっごいんだよね。超うまい。吉田だよね、はい、吉田のかりん亭っていうお店なんですけど、知ってます、ね、知ってます、ね、これここ、あ、こっちこっちが、うん、カリン亭は取ってなかったな。うん、すんごいタンポポオムライスっていう。そうなんですよ。僕は味しなかったんですけどね。そんなしなかったんだ。また行きましょう。え、また行きましょう。いや、なんかお腹空いてきたなぁ。お、今日ね、うん、あるんですよ。ん、あのコーナーが。お、前回に引き続き。はい、前回だってグリス出てきましたからね。グリスじゃないですよあれ。で、今回はすごいですよ。もう見えてるわ、うん、今回は本当すごいですよ。はい、何でしょう。バン、ん、はい、お、焼き鳥。そうです、意外と好きだよ焼き鳥。マジですか。うん、皮とかね、ネギマとか皮とか。もっとうまいもんです。すごい好きですよこれね。ここの焼き鳥ね、うん、うん、
あの松尾って言うんですけど、うん、松尾っていうの松尾じゃなくて松尾ですよ松尾焼き鳥松尾って言うんですけど松尾松尾さん僕がね、はい、高校生の頃、うん、ここね水原なんですよ水原、うん、で水原の駅の前にあるんですけど、うん、電話番号書いちゃってるんですけど62ってなんかあるよねこうなんかあります懐かしいなんかありますこのここ水原って書いてあるもんそうそうそうでも通学路もう確実部活終わった後、うん、確実に買ってた、うん、あの思い出の味、うん、焼き鳥うん、思い出のその中でも一番好きだった、うん、これです、はい、これはねぎまじゃないねこれは軟骨ですよ軟骨さあ、コリコリしてますよどうだ食べますかコリコリしちゃってくださいよ、引いてもコリコリしてるんですよ引いても冷えても冷えても、ね、今めっちゃ冷たいですよこれもうねだいぶ前だいぶ前だよ数時間前に買ったんで、うん、だいぶ冷え切ってるんですけど、うん、冷えてもコリコリしてるんですよどうですか最近最近コリコリしてます最近コリコリしてるかコリコリしてますねしてますコリコリしてますよこの辺とかあのねもうこれ後で言おうかなと思ってたんだけどめっちゃ肩痛くてあそうなんですか、うん、でこれ食ったらもう一発でコリコリ余計コリコリするんじゃないのそうですね、うん、これでどうぞコリコリしていきますかいただきますじゃあ僕もおっうんうんうん軟骨ってさ、うん、今なんかこの白い部分だけ食べたんだけど、はいはい、これ何これ肉ですかね肉なんだ肉とでこの部分が軟骨なんだねこの部分軟骨めっちゃコリコリしてますねうまいけど味しない塩足りないです塩がね塩ねあのなんで、はい、なんでこういうコメントしたかっていうと、はい、ちょっと苦手なのえコリコリが苦手なんですか、うん、これこれ苦手なんだじゃあ何だったらいいんですかちょっとこの肉の方食べてみて肉うまいっすうん肉うまい最高でしょ、うん、これ思い出の味なんですよ骨取ろうコリコリしてますよ骨取っていいこれ食べろって塩いるでもこれ骨はあこれほら松尾の店内ですうーん軟骨売り切れてんじゃん全部買い占めました12345全部買い占めましたうわここにあったの全部持ってきましたよ一番高いやつそう一番高いやつあみんなにねちょっと、うん、後で配るんでうん焼き鳥松尾松尾僕高校生の頃から通ってた思い出の味でした、うん、ああごちそうさまでした後でちゃんと、はいうん、もうちょっと塩振ってはいいただきますけどごずっちょもいるうん渋いねそうですか高校生で焼き鳥っていやいや高校生みんな食べますよみんなは食わないでしょグイッと飲みながらみんな食うの食いますよガンガンですようん水原って言ったらもう、うん、水原のファーストフードですよソウルフードですよそうなんだ他にはなかったんだね当時ねお父さんも松尾ソウルフード松尾でした松尾さんね今日映像でこうねいろいろライブの映像とか見てもらいましたけど、はい、演奏してないですよねまだそうです ね演奏そろそろ行かないとじゃないですかその言葉冗談じゃねえって違うってあれ使いとこ違うわ、うん、その言葉待ってましたよはいやりますかやりましょう今日はあのどちらで演奏しますかね今日はじゃあ思い出の焼き鳥水原行くの水原まで行きますかじゃあこれからやりましょう行きますか松尾で一発、うん、かましますかじゃあ行きますよあ到着です思い出の地今日は松尾で盛り上がっていくぜThank you.
ん誰だね、どっから来たね、こんげとこなもねすけ、はよ帰りなせや、オーライ。おめさん誰だね、どっから来たね、今月どこなもですけ、はよ帰りなせや、アンベワリスケ、アンベワリスケ、アンベワリスケ、アンベ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 。山奥だから知らない車来るとじっと見ちゃうんだ、僕の実家山奥だから知らない車来るとじっと見ちゃう、アンベワリスケ、アンベワリスケ、アンベアンベアンベ。わかりますか。おいでしょー。おー、直人くんいたでしょ、一緒に。はい、おかえりなさい。買ってきましたよ。はい、おかえりなさい。はい、さあ、はい、今日もこれでね、うん、悲しいことですけども、はい、今日はこれ今回はね、そろそろ終了の時間となってきました。早いですね。 どのぐらい喋ったのか歌ったのかよくわかんないんですけどね、うん、30分番組だったのかもよくわかんないよくわかんないですね、うん、なんせ今回収録だからね。そうですね、収録なんですね。今頃はどこにいるのかな。今大阪にいるんじゃない。大阪だね。大阪ね、よいしょーって今帰ってきたので、大阪ね。あら、前前前これ、これ来ましたね。これ来ましたね。じゃあ、そうですね、宣伝の方を思い出したね今。そうですね、宣伝の方を最後にしたいと思います、はい、で佐藤君はあるんですよね、大きいのが。大きいのどこがあるんですか。6月ですか。6月は、あ、大きいといえば8月9日ですね。ああ、ちょっと先ですけど、まあ、新潟県燕市出身のフルーティストの本宮ひろみさんという方が、日本海夕日コンサート、合ってます合ってますか、に出演されるので、そこで僕はギターサポートという形で参加させていただきます。いいですね、はい、
今度僕も連れてってください。お、一緒に行きますか。じゃあ一緒に行きましょう。一緒に、8月9日です。わかりました。ワンダイジャズフェスティバルには行かずに夕日コンサートに来ていただけるとありがたいです。ふう、 あと僕もう一個ありましたね。6月の14日ですね、新潟 あのパンというライブバーがあるんですけど、そちらでですね、あの関西からファイヤー川端、岩本道夫さん、そして心根っていう2人組のねユニットが来て、1年前にちょうど1年ぐらい前にですねやった京都でやった同じメンバーでねちょっとイベントをするんですけども、6月の14日にそういうライブがあります、うん、はい。で6月の14日その日は打ち上げないんですけど、15日にあのその後みんなで朝集合して磐梯橋付近信濃川を、そのメンバー全員でとあとその集まってきた皆さんで散歩しようぜっていう企画の、そういう企画があります。ぜひ興味ある方は見に来てください。よろしくお願いします。はい。時間は何ですか。時間はですね6時、朝、ライブの方が6時からですね、うんうんうん、ぜひ、また Facebook とかの方でね見に来ていただけたらね、はい、嬉しい限りでございますので、うん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。作ってください。次回はあのじゃあ6月のね、はいはい、第1週、まあ、毎週火曜ですね。毎週じゃないか、毎週、第1週の火曜日6月の3日夜8時からですかね、8時にじゃあお会いしましょう。それでは今日たったさっき出来上がったその締めのね、はい、ことをね、じゃあ次回もまた来週も、あ違う、また違う違う、んなんかいろいろ間違えてましたね今、うん、じゃあ次回もまた見てくれよなせーの、ナンコス